私自身はつい最近まで、外務省に勤務をしておりまして、いろいろな、職務を、経験いたしまして、国外におきましては、外交官というようになって、ヨーロッパ、アメリカ、それぞれの大陸を中心に、活動をしておりました。また、分野的にも外交関係、防衛関係、国際機関の業務など、いろいろ幅広く、携わっていたということで、皆さんいろいろな、今、お立場で、この、セミナーを聞かれていると思いますけれども、外交官というのはどういう仕事であるのか、そして、どんなやりがいがあって、どんなものなのかというところをですね、私自身の、経験なども踏まえて、ご説明をいたしたいと思います。で外交官というと、何かというと、定義的なものは、ご紹介するとですね、国の代表として外交任務を行うものということであります。読んでる字のごとしというところなんですけれども、より日本の制度に即して申し上げると、外務大臣の監督のもとに、外国に駐在または派遣されて、外国との交渉事務を担当する公務員ということに、なります。従いまして、公務員として、日本の、政府、より具体的に言えば外務省に、所属して、活動する。で、国家公務員の中でも外務省でいうと、外務事務官という肩書きになりまして、外国に派遣される。あるいは、長期間ですね、駐在するというような形で、外交官ということになります。で、この外交官という職業は、国際的にも認知されているもので、国際条約なんですけれども、外交関係に関するウィーン条約というものが、すでに制定されていまして、その条約に基づいて、その権利ですね、権利というものが、定められている、国際的な、に認められている職業ということに、なります。そして、外交官になるという、皆さん、もうすでに決められている方、あるいは、漠然と関心を持っている方がいらっしゃると思いますけれども、じゃあ、具体的に、外交官になるのは、どのような道があるのかというとですね、一つはというと、外務省に入るということなんですけれども、主に二つの道がありまして、一つは、総合職と言われる国家公務員総合職として、試験を受けて、入るというものと、もう一つは外務専門職、外交官になる専門職ということで、試験を受けて入るという二つのルートがあります。で、総合職というのは、これは政府全体で、実施する試験になりますので、これは大学で言えば交通入試ですね。そこで一次試験に合格しますと、自分の希望する省庁に行く挨拶にというかですね。面接、実質的には面接ですけれども、そういうところを通じて内定をもらっているということになります。そして外務省専門職のこれは外務省自身が実施する、している試験ですので、これは外務省に入る試験、そこで合格すると、そのまま入省するというものになっています。毎年大体、それぞれでですね、25年、50年程度が採用されているということです。で、この2つの、ルートがあるんですけれども、それぞれ少しずつ任される仕事とか、役割が、違っています。総合職の方は、読んで字のごとしですけれども、総合的な、機能を任される。ジェネラリストというふうに言われると思うんですけれども、幅広い業務に、関わるということになります。で、当然ながら外交官の場合は、外国語を習得することになるんですけれども、
動画食の場合は、主に、まあ、こう、使用範囲が広い言語ですかね。英語とかフランス語とかドイツ語とかですね。まあ、範囲が広い、より一般的な言語を、まあ、指定されるんですけれども、そういうことになります。そして、まあ、本省が外国仕事を仕事する、外国で仕事をする。で、まあ、主に政策の企画とかで伝わるとかですね。まあ、外交を、リードするという立場に、なって、その活躍が期待されるということです。で、外務専門職の方はですね、まあ、これも専門ということでですね、スペシャリストというところを期待されます。まあ、高度な専門性を身につけて、外交官として活躍するということになります。先ほどの言葉ですけれども、言語的には、まあ、外務省に入りますと、だいたい40以上のをそれぞれの人が学んでいくんですけれども、その40種類以上の言語、まあ、先ほどの英語とかドイツ語とかも含めた40種類以上の言語の中から、一つを、それぞれ指定されて、習得していくということになります。そして、より専門性が高いということは、その言語の、使われている国について、より深く、関わっていく。あるいは、まあ、いろんな事項ですね、国際法、国際経済とかですね、そういうその専門事項により深い関わりを持って仕事をしていくということが期待されます。そして、外交を進めていくにあたっては、その政策立案を支えていく、バックアップしていくというところを主に期待されていくことになります。そして、外務省に入って、まあ、この2つのルートですね、外務省に入ったりということになりますと、まあ、入ったその日から外交官として、仕事ができるということではありませんので、やはりいろいろな知識を、学ぶ、言葉を習得する、身につけることがたくさんあります。従いまして、そのための研修をですね、たくさん受けることになります。ある意味では、外務省に入ると、研修がたくさんあって、研修が充実している、自分を高めるですね、いろいろなチャンスがたくさんあるということに、なります。ちょっと具体的にご紹介しますと、まあ、入賞します。試験に合格がありました。そして、4月に、外務省に入りました。そうしますと、約1ヶ月間は、研修所ですね、研修所に、通って、言葉、その他のことを、まず学んでいきます。これは、研修所は相模原市にあります。で、そちらに入ることになります。そして、その1ヶ月の、まあ、入門編のようなものですね。こなした後は、霞が関にある大本省、本省で、実務の研修を、そこから始めるということになります。実務研修ですので、実際に外交の、業務が行われている。その現場で自分もその一員になって仕事を始めるということになります。専門職の方の場合は約1年、11ヶ月、まあ、弱ですね、別の研修を行いますし、総合職で入った方は、まあ、約2年間、まあ、23ヶ月、実務を学ぶということになります。で、研修、実務研修ですけれども、もう仕事自体はその外交がそこで、展開していますので、そこに直接関わっていくことになります。まあ、外交といっても本当に幅広いですけれども、まあ、例えば、日本の総理大臣が、そうですね、まあ、アメリカを訪問する。そうすると、そのための準備をするわけですけれども、準備の、一端を担っていく。あるいは、まあ、日本の総理大臣が、アメリカで何を発言しようかというこの案を作っていきますけれども、その案の作成に、さんも関わっていくということが、まあ、最初から始まるわけです。まあ、私自身も入ったばかりのと、まあ、この時はちょうど条約ですかね、条約の締結の仕事を任されまして、
日本がある条約を基準、国会で基準するという仕事をいたしましたけれども、まあ、1年生ではありましたけれども、そこに、まあ、中身の濃い仕事をしたのを置いています。そして、この実務研修を、まあ、1年または2年程度行った後は、もう一度相模原市にあります研修所に行きまして、今度はまあ3ヶ月近くそちらに通ってですね、再び研修を行いますけれども、これは実はその後で行く海外での研修のための最後の準備なんですね。で、この後は海外でそれぞれ方が、旅立つというか、研修に出かけるわけですけれども、そのためには、言葉がある程度できていないと、海外の研修もできないので、外国語の仕上げもしますし、外国に行けば、まあ、大体自分一人で、日本のことを聞かれたら、それを全部自分が説明するというような立場になりますので、日本のことを、文化、政治、経済、いろんなものを、大変学んでいくわけです。で、ここでの研修というのは、日本の代表になっていくわけですので、一流の、まあ、講師の方からの講義を受けます。まあ、それぞれの、まあ、スポーツ界としても、それぞれの分野で一流で活躍されている方の話を直接聞けるという、まあ、なかなかない機会、ないチャンスもあるということになります。そして、その後、いよいよ海外での研修に入ります。で、およその場合は2年間の海外での研修ということになりますけれども、日本人にとって難しいという件、まあそうですね、例えばアラビア語、それからロシア語、中国語などの場合はなかなか日本の人にとっては習得が難しいので、この場合は3年間の研修というのを行うことになります。そして2年ないし3年の研修を行うことは、今度は、それぞれの国の、大学、まあ、高等教育機関、または研究所に配置されて、そこで、勉強をすることになります。まあ、まあ、名前がよく知られているところに行きます。ね、オックスフォードとか、ハーバードとか、ケンブリッジとか、ね、フランスなどなど、そういうところに、まあ、派遣されて、勉強をします。で、この2年間、あるいは3年間は、まあ、その間も給料も出ますし、特にアルバイトして生活を稼がなくちゃいけないというようなことはなく、研修にですね、専念できるという貴重な時期になります。で、こういう時にやっぱり、チャンスとしてあるのは、やはりいろんな国の一流の、まあ、大学なりハイレベルの、そういう機関に行きますので、ここに来ている国の人というのは、まあ、将来を担う人、中心になってその国を動かしていく人たちが、まあ、若い世代として、来ているわけです。ですから、将来の、まあ、大臣だったり、将来の実業家だったりという方々が、ね、たくさんいらっしゃるということで、そういう人たちと、まあ、トークを続けていく。そして、自分も、ゆくゆく外交官として仕事をするわけですので。そういうネットワークをフルに活用していくという、まあ、これまた一つのチャンスでもあると思います。そして2年、あるいは3年の研修を終えた後は、まあ、いよいよ今度、海外にある日本の機関、お酒の組織で働くことになります。これは具体的に言うと、まあ、大使館であったり、まあ、総領事館であったり、国際機関に日本の政府代表として日本政府代表であったりという、まあ、形は違いますけれども、いずれも日本の代表組織機関に入って仕事を始めます。で、この時はもうすでに研修がこれで終わりですので、もう一人前、一人の担当官、代表官として、活躍が期待されるということです。これはまあ、大使館の仕事というのは非常に多岐にわたって、こんなものがあるんですけれども、まあ、ちょっとその一端をご紹介したいなと思います。
2つは、相手国の政府との交渉や調整など、そしてそのための、情報収集と分析。いろんなことを日本の外交を行う場合に、いろんな国と調整する必要があります。話し合う。そして、調整する。その場合の、まさに最前線にいるわけですので、相手の国の政府の方と、交渉したり、話をするということになります。そして、いろんな交渉をするにあたっては、やはりいろんな情報を得ていないと、できません。その国の政策とか、その国がどういう状況にあるのか、国内の政治が安定しているのかとかですね、そういうことを常に、毎日、情報を仕入れて、まとめて分析をして、当局に報告するという作業を行って、います。ですから、地元のテレビをいつも見るとか、いろんな形で、するんですけれども、人からの情報も入れたりですね、現地の、政府の人、現地の学者の人、ジャーナリストの人とも、お付き合いしながらですね、いろいろな情報を得ていくということに、なります。そして、さらに大事な仕事の一つとしては、政府開発援助ですね。日本は、OECD の中でも、非常に大口の、援助国になっていますので、日本から外国、途上国の開発途上国ですかね、開発途上国に対する、いろいろな形での ODA、経済開発支援を行っていますので、そのための、事務を大使館として、行っていくということに、なります。そして、日本には実施機関ですね、ODA の実施機関として、JICA という組織がありますので、この組織とも協力して、事務を進めていくということになります。次に大事なのが、日本の人を守る仕事。海外にたくさん日本の方が活躍をされています。でも苦労したりですね、問題が起きたり、事故があったりということもありますので、そういう時の、へこみでだと思うんですけど、それこそ、毎日のスポーツを負けしたということになれば、日本の大使館にまず行って手続きをしたりしますし、本当に何か事故があったりしたら、大使館に行って相談するということになります。最近の例で言えば、このコロナですかね。コロナは、たくさん減り出して、多くの日本の方が海外に行って、こういう状況であれば、より医療体制がしっかりしている日本に、一時的でも帰りたいという方がたくさんいらっしゃいました。しかし、コロナが急速に、流行りましてですね、その行っている国の、もう飛行機便が飛ばない、国境が閉められている、もう閉じ込められて、日本に帰れないということは、いろんなところで起きました。その場合は大使館が中心になって、チャーター機を、手配するですね、相手の国の政府と、交渉してですね、日本人の人が、緊急で出るので、というような交渉をしてですね、やるわけです。実際、そういうことが、世界各地で、起きて、日本人の方の、ほぼという意味では、の中には日本の企業のテストというのはですね、日本の企業が海外でたくさん進出していますので、そういう時の、支援を行うということもここに含まれています。もう一つだけご紹介いたしますと、東方と文化の、そうですね。いろんな外国と付き合いをしていくというにあたっては、相手の国には日本のことを知ってもらいたい。日本の政策を理解しておいてほしいというのがありますので、情報の発信を盛んに行います。で相手のテレビであったり、ラジオであったり、インタビューに答えるということもあり
によく知っているということで、まあ、何か交渉が必要で、時などに、よりスムーズに動くという、まあ、効果があるんですね。まあ、そういう意味では日本を知るという意味では、文化の紹介の行いですね。日本の文化、まあ、茶道、華道、あるいは大道、あるいはより現代的な文化なども、紹介する活動なども、そして、まあ、これはほんの一例です、ね。大使館の活動としてはほんの一例ですけれども、その他たくさんのものがあるんですけれども、皆さんが、まあ、在外研修を終えて、大使館になりますと、そこでもう一人前の担当官として、これらの活動を、まあ、進めていくという、まあ、それなりの、それだけのやりがいが。そして、在外、海外での活動を行い、これは1箇所、あるいは2箇所などを行うことがありますけれども、順番として、どこかのタイミングで、日本に戻って、日本の、まあ、活動をする、外務省での勤務を、再び行います。まあ、前は実務研修という形で、関わっていましたけれども、今回このように戻った場合は、それこそ本当に1年前の担当官として、人材として、外務省で仕事をすることになります。まあ、外務本省は、数ある海外にある大使館の総本山というか取りまとめですからね、いろいろなところから来る情報を集めて分析して、そして外交政策を、まあ、立案して進めていく。まあ、いろんなところに、海外の大使館に指示を出したりいたしますが、このように外交の司令塔としてにやってくれるわけですので、ここでも、まあ、海外にいるときとまた違った形での、まあ、外交を進めて、まあ、そういうやりがいが、やると思います。そして、先ほど、まあ、二つの道がある。ご紹介しましたけれども、まあ、総合職で入った場合は、外交を、まあ、リードしていくという立場になりますので、外務省ので言えば、幹部職員、まあ、部長とか部長という幹部の職員、在外であれば、まあ、その立場のトップですね、大使という、形になっています。になります。そして専門職で入りますと、専門的なスペシャリストとしての立場が期待されますので、専門家ということで、仕事をしていきます。ただし、まあ、専門職で入ったとしても、もしその方が非常に総合的な能力を自分も努力して身につけた、あるいは、まあ、自分の意思としてしかもですね、こういう形で、専門家というところに加えてですね、よりリードする立場に、したいということであれば、その道が、開かれていますので、認められれば、まあ、幹部職員だったり、大使になったりという道が開かれています。私自身も同期で、専門職の方、たくさんいらっしゃいましたけれども、その中で何人かは、大使になっています。まあ、これが外務省外交という、まあ、どんなものなのかというご説明なんですけれども、それでは、実際にですね、外交官として仕事をするあるいはした場合の、そのやりがい、外交官になる魅力は一体何か。ということを私の、まあ、経験を踏まえてご紹介したいと思います。大体5つぐらいにちょっとまとめてみようかなと思いますけども、外交を担う、国を管する、日本を代表する、専門を極める、そして多様な文化を埋めるというこの5つにとって
まとめてみました。では、最初の、外交を担う大統領ということですが、まあ、外交官の定義は先ほどご紹介しましたけれども、では、日本外交の目的とは一体何であろうかということですが、これは日本の安全と繁栄を確保する。まあ、日本人の安寧と繁栄を、幸福を確保するという、まあ、言い方もできるかと思いますけれども、日本の国益を守るということが重要なことになります。実はこれだけではなくてですね、やはり今の国際社会では、それぞれの国が独立して、それぞれが自分の国民を守っている。自分の国益を増やそうとしているという、まあ、国内社会とは違う国際社会はそういうところですので、それぞれが、それぞれの、責任を持つ。そして、みんな同じですので、お互いが、外交を通じて、調整をして、話し合いなりをして、そして、国際、社会が成り立っているというところですので、それでは日本がその国益を守っていくために、国際社会の環境がですね、悪いとなかなか難しい。したがって、国際社会の環境を良くする。普遍的価値に基づく国際秩序を構築する。それによって、まあ、日本が国益に資することをやりやすくなるし、まあ、これはお互い様なので、他の国も国益、それぞれの国益に、いくことをしていくという、まあ、広い意味でのいい国際秩序を作っていくというのが、まあ、やはり必要になります。これについての説明もしていくことになります。従って、やはり、一人一人の方は、まあ、自分の家族を守るとかですね、自分の町を守るということは当然あるんですけれども、外交官としての仕事は、日本全体、日本の国益、日本人の、を守っていくという、まあ、広い意味での仕事がありますので、これは、あの、外交官としての、まあ、やりがいの、一つかな、しっかりです。そして、二つ目は、俯瞰する大統領ということなんですけれども、よく、外交は内政の延長線上になる。外交は外交だけが独立しているみたいになって、内政と一緒である。というふうによく言いますけれども、国内には、まあ、様々な意見とか、利害があります。これを、まとめる、調整しながら、外国との交渉を進めるわけです。足元がバラバラであると、外国との交渉もなかなか、やりづらいということになりますので、国全体、日本の国内全体を見てですね、総合的に調整を行って、それで初めて、国益に沿った日本外交が推進できることになりますので、日本全体を常に見ながら仕事をしていくということになります。もちろん、日本国内にはいろいろな省庁があります。何々省庁でしょうか。ただし、その中でも外務省は、調整官庁、調整する役所がよく言われます。これは、全体を見てですね、一つのところだけが利益を得るということではなく、総合的に日本のためになるということを常に考えているということで、これが、まあ、全体を俯瞰して、全体を見て、仕事をするという具体目的ではないかなというふうに、次第です。そして次に、日本を代表する大統領。これは、まあ、日本、まあ、外交官の定義でもありましたけれども、国を代表して、外交任務を行うというのが外交官ですので、あなた自身、まあ、皆さんが外交官になった場合は、皆さん自身が日本を代表するということに、つながります。外交官として、まあ、どこかの国にある、例えばフランスにある日本大使館に勤務したとしますと、皆さんが一人一人が日本の代表
して仕事をします。ね、いろいろな交渉をすることになりますけれども、それぞれのレベルで、それぞれのレベルの方とお話をする。大使であれば大事なお話をする。で、講師であれば、まあ、時間の話をする。職場であれば、担当官とお話をする。まあ、いろんなレベルはあるんですけれども、それぞれのレベルにおいて、皆さん自身が国を代表して、それぞれがその責任を持って、調整をしようかなということになりますので、相手から言うと、皆さん自身が日本の政府そのものということになります。皆さんの話す、言葉、それが日本の政府を代表して喋っているということになります。で、まあ仕事をする、一つの仕事としては、代表して仕事をするという、まあ、責任はありますけれども、そういう代表になると言えるかなと思います。そして、日本政府を代表するというのと同時に、ね、日本人を代表しているとも言えます。日本の大使館に勤務している何々さんということになりますと、おそらくこの人は、まあ、地元の人から、この人は日本を人としても代表している。この方が話すと。まあ、仮にプライベートで話すことであっても、この人は日本人はこういうことを、こういう考えをしているというふうに、言うことが非常に多いですので、例えば逆を考えればそうかなと。アメリカとか行って、アメリカ人って言ったら、もしかしたら、珍しくないかもしれませんけれど、いや、そうですね。まあ、カメルーンを仮に言うと、カメルーンとか、まあ、多分、すべての日本の町にカメルーンの人がいるとは限らないので、多くの人にとってはカメルーンの人があったことがない。そうすると、ある時に、東京のでですね、カメルーン、日本にあるカメルーン大使館の、自分があった。言うと、私にとって初めて会ったカメルーン、しかも大使館、法的な仕事をしている、代表として仕事をしているとなると、もうその人全部がカメルーン大使ですね。喋り方かわからない。だから、ということは逆の、すんなりで、皆さんが外国で大使館員として仕事をしていると、皆さん自身がもう全てが日本人の代表ということになります。だからまあ、なかなか気が抜けないかもしれませんけれども、日本を代表して仕事ができるという意味では、大変なあるのではないかなというふうに考えます。そして、四つ目。これは、専門を極める代表ということで紹介したいと思います。先ほども、専門職は、スペシャリスト、専門官である。言いましたけれども、まあ、総合職のゼネラリストであっても、当然ながら、指定された言語についてはスペシャリストになっていますし、ある分野の仕事をすれば、その時の、専門家になっていますので、外交官全体として、専門を極めるということになっています。これは、専門を極める醍醐味とも言えますけれども、専門を極める、まあ、チャンスがあるということですね。ですから、まあ、例えば、言葉で言えば、指定された言葉、英語、フランス語に限らず、ハンガリー語、中国語、インドネシア語、決められた言葉、その言葉については、自分がまさにスペシャリストになっていきますし、その言葉が使われている地域についての専門家になりますね。仮にフランス語であれば、まあ、フランス、ベルギーなどでもちろん話されていますけれども、アフリカの、まあ、ほぼ半分の国はフランス語が話されていますので、アフリカの専門家になるというチャンスもそれで、あるわけです。まあ、分野的にも、例えば国際条約の専門家、軍縮の専門家、地球環境の専門家などなど、いろいろな仕事がありますので、それぞれの分野での、専門家になる、チャンスが、
まあ、常にあるという。そして、専門家になるというところで、皆さんが外務省で、そういう専門的な知識をですね、身につけて、その、実力が認められた場合はですね、専門官という、まあ、タイトルがつきます。例えば、まあ、言葉で言えば、通訳官。これは普通に仕事をしながら、通訳官の仕事を必要なときにするということになります。皆さんもテレビとか新聞とかで、日本、例えば日本の総理と、そうですね、ドイツの首相が話をしているというところで、まあ、後ろとかどうか、ちょっと若者の人が座ってたりしますけれども、その人は通訳官。これはどこかからの会社から頼んで派遣しているとかなくて、外務省の中で言葉に極めて精通した人が選ばれて、その通訳を行います。そして、これはもう首脳会談ですので、国家間、極めて重要な話をするんですけれども、その通訳を行う。極めて責任重大になりますけれども、それだけのやりがいがあると。またアフリカであれば、アフリカの専門家、本当にいろんなことを分かっているということになれば、アフリカ専門家という道もありますし、中南米であれば、中南米の専門家になる。また分野であれば、そうですね、パブリックの専門家、領事関係の専門家、いろんな形で専門家として認められる。おそらくこのチャンスは本当に大きくて、そうですね、まあ、本当に一例ですけれども、チェコ語です、ね、チェコ語の、単語になっているとします。で、多分日本にいる人で、チェコ語に堪能な人って多分、私も数えてると思いますけど、あんまりいないのかなという気がするんですが、もし外務省でチェコ語担当専門になりますと、もう2年間、まあ、日本で、語学の研修が始まりますし、2年間、少なくとも2年間、チェコに行って語学研修をします。で、その後も、チェコにある日本大使館に勤務してですね、2回、3回、チェコに勤務したとしますと、例えば10年とか10年以上、チェコでの実際に生活をして、チェコ語を使って仕事をしたという実績が出ていますから、おそらく普通の日本の中では、最もチェコ語に精通している人、最もチェコの、しかもチェコに行って、重要な方々と話をするんですので、最もチェコの人とのネットワークがある。深くチェコと関わっているという、まあ、日本で一番の人になるわけです、ね。まあ、これはチェコ語に限らず、いろんなところでそういうチャンスが来ることがあるので、自分の努力次第はですね、自分は日本一の、この分野では日本一であるということがになれるというものになります。これはなかなか面白いのではないかなというふうに思います。そして5つ目は、多様な文化を狙っていく大学、そうですね。当然、外交官というのはいろいろな国に、派遣されて、仕事をしていきますので、まあ、大体いろんなキャリア、まあ、一人の方が仕事をするのは40年以上ですね。ね、まあ、少なくとも40年ぐらいは仕事をすると思いますけれども、そのうち、まあ、外務省の場合、まあ、半分、例が半分以上の人なんですけれども、半分は海外で活躍しますので、まあ、20年ぐらいは海外で仕事をする。そして、いろいろな国に行きます。まあ、これも人によりますけれども、同じ国に派遣されることが多い人にいれば、いろいろ、それをそのために使う国に派遣される
仮に、まあ、そうですね、20年、3年ごとで、まあ、7カ所ぐらいやったとしますと、7つの違う国にですね、3年ぐらいずつ生活をして、そして深くですね、入り込んで、仕事をするということになると、まあ、ほとんどその国の人の生活をもうしているようになります。まあ、ちょっと旅行でちょっと行ったということではないので、その国では、さん、どのように考えて、どんなことで、どんな暮らしをしているのか、今も実体験として、知ることになります。従いまして、一つ、まあ、皆さん、まあ、日本で生まれ育った、あるいは、まあ、私の国の、生まれたという方もいらっしゃると思いますけれども、多くの方が日本で生まれ育ったとしても、大交換になりますとですね、一人分で、まあ、一人、自分一人で、日本に入れれば、8カ国ぐらい、違う、まあ、国、そして、実体験できる。1カ国、日本に生まれたんだけども、7カ国、8カ国の国に住んでいる人の人生を、過ごせるということになりますので、なかなかいろいろなことを知るという、いろんな意味で、興味深いのではないかなというふうに思います。今、5つぐらいにまとめてご紹介いたしましたけれども、まあ、外交官の醍醐味と申しますと、まあ、日本の外交、日本の国益を守る、国際秩序を、作るという仕事、これを日本の代表としてですね、高度の専門家になって、日本の国全体を見渡しながら、さまざまな文化を巡りつつ、外交官として活躍する。これが、まあ、日本の外交官としての醍醐味であり、まあ、面白い。ところで考える、次第です。私のお話は一旦ここまでいたしますが、ぜひ皆さん、まあ、ご関心があればですね、まあ、普通の方は一度生まれて、一人一つの人生を過ごしていくわけですけれども、まあ、外交官になると、ある意味では、一人ではなく、二人分、三人分、四人分の人生が送られるということで、なかなか面白いんじゃないかなというふうに考えています。ということで、一旦私はここで、勉強に行きたいと思います。また後ほど。